こんにちは、みそらです。今日は、先日行われた、紅白歌合戦の、まあ、感想ですかね。まあ私独自って言っちゃなんだけど、まあなんて言いますか、まあね、若い者と違ってちょっと見方が違うんですけども、まあ私なりの感想を申し上げます。まあ前半戦はもう全然なんか知らない人が多かったんですけどね、終盤になって、本当の終わり頃になってあれですね、結構面白くなってきましたね。まああいみょんあたりから結構、いい感じになってきまして、まあ加山雄三さん出てきましたし、あと藤井風さんですか、あとスーパーフライ、それと一番良かったのが桑田佳祐フューチャー、佐野元春、世良正則、チャー、野口五郎、あとはね、あれか、あれは、誰だっけ、ちょっと忘れたったけど、なんだっけ、フォルテシモを歌う人、あとで調べますかね、申し訳ないです。その中の時代遅れの、ロックンロールですか、この歌は良かったですね。各自パートがあって、ボーカル、ね、歌って、ギターも弾いてて、非常に雰囲気のいい、まあ、はっきり言うけど、まあ、あと私たちと同じぐらいの年代の人たちがね、元気にロックを歌ってるっていう姿は、すごく、好感を持ってましたね。まだまだ、まあ、彼らは私よりちょっと若干上なんですけど、なんかすごく元気をもらって、これから頑張ろうっていう気になりましたね。また、来年もこんな感じの、なんていうんですかね、企画やってほしいですね。まだまだ、まあ、若い人たちも元気あるんでしょうけど、ね、我々世代も結構元気になる人たちいますんで、浜田省吾さんもね、あと、小田和正さんも、山下達郎さんも、バリバリにツアーやってますし、まあ、そんな感じで、今年っていうか、まあ、去年の紅白歌合戦は、まあ、なんて言いますかね、この桑田佳祐さんの、ね、呼びかけで集まった人たちがやったのが、私が一番良かったっていう感想ですかね。まあ、賛否両論はありますけど、年代によってはその感想がね、全然違うと思いますけど、私の感想はこんなもんでした。では、失礼します。